はい、こんにちは、なっちでございます。今回はですね、テクニカルダンジョンのこちら百花繚乱で稀に茨城道士出現ということで、こちら行ってみたいと思います。これ茨城か茨城どっちだったっけいつも迷うんだよな、これ茨城県だよね、県はね、確かね、茨城だよね、茨なんたら道士さんがどっちかが分かんないんだけど、あ、茨城っぽいですね、ぎですね、茨城じゃねえかよ一緒か、茨城道士ね、 OK、 茨城道士と茨城県ね。はい、ということでこちら出るまで周回したいと思います。欲しいんだよ普通に、水着アルテミスパーティーに入れたくて、継承としてね入れたかったんで、ちょっと出るまで頑張りましょう。アヌビスちゃんに力を借ります。いやーね、百花繚乱はちょっと僕には縁がないので、縁がない、なんでこっちで狙いますけども、まああっさり出てくれると嬉しいですね。最近このダンジョン行ってなかったんで不安ですが頑張ります。ノエルが出た頃は頑張ったんですけどね、でもあのノエルもさ、タイムアタックの方が絶対効率良かったからさ、なんか今更来てもね周回する気ないし難しい。あとはこのイベントでは3人マルチやろうかな、どうしようかなって考えてます。そんなにランク上げたいわけじゃないんですけど、まあ、せっかくならねやる機会だし。どうなんだろう、紙結びとかで意外と安定しないのかな、あそこいつもね生放送でやるとね何かしら事件を起こすんだね僕。それが嫌でね、なかなかやりたくないというイメージがついちゃってて、まあストレイミストとかねできればなしで勝ちたいですよね。3人マルチってあのメジェドラとか出るとすんごいめんどくさいじゃん、それが嫌なんだよね、もう想像したくないもんならもうビオランテとこそこそやろうかなみたいな発想になっちゃうのがいけないんですかね。2人でしょんぼり、2人かっこ1人でしょんぼりマルチになっちゃうんで、スキルためんでいいかな。あ、これ大丈夫か、闇吸収の進化前、そうこの人進化前の闇吸収の方がめんどくさいんでね、進化してる方が楽っていうなかなか珍しいパターンでございます。多分ワンパンいけます。どこでしょう、ロビンさえ溜まってればと思ったけど、これ先生怖いな、まあ仕方ねえか出た時は出た時だし、死ぬ時は死ぬ時だし。カマエルがどこで出るかとか全然覚えてなかったんですけど、ランダムなんですかね、完全にカマエルは確か1周目で登場したんで全然分かってないんですよね。はい、ドラゴンゾンビ倒しまして、6回あたりで出てこない、あ、ここ一旦試させてもらうか、ちょっとね一応スキル試しましょう。一旦確かねコンボ吸収がなんかしてくれるはずなんで、こういうところで貯めていこう。はい、で群馬使って、ここでワンパンできなかったら面白いぞ。待てよ、あまり綺麗に組むよりかはとりあえずコンボ組みたいよね。よし、 OK、 ここであんまヘラとか見ないんだけど、多分このパーティーヘラ出たら負けますんでよろしくお願いします。ちょっとびっくりしたね、なんか似てましたね。火が1個しかありません、これは嫌な予感がします。ただリダフレバインド食らわないんで最悪の事態にはならないんですけど、ただね半分削れればいいんじゃないかな。降ってきたけど苦手属性だし、ちょっと待ってくださいねが入りますよね。何キラーが入ってんだ、悪魔キラーか。よし、倒します。闇組んで、毒組んで、火組んで、さあボスは誰だろうな。天下御免だったら織田仏、エーギルとかでいいですよ。
グランリバースちゃんはね、ちょっとめんどくさいんじゃないかな。ですよね。光吸収しちゃうもんね。おとなしく耐える。耐える力がこのパーティーにあるのかわかりませんけど、最初何もしてこないんで。なんならこれも光全部消してさ、さすがに無理か？これ使ってさ、ワンパンとかできんかな？やってみていい？ロビン使ってさ、ねえ、この盤面で落ち込んさえ来なきゃいけますやん。理論上は。なんで、挑戦してみたいなっていうお話です。理論上はね、理論上なんでね、あくまで。落ち込ん先輩の調子乗り具合で未来変わりますから、いや、ここは落ち込ん先輩ちょっとね、控えていただいて、よーし。っていう動画じゃないんですよ。茨城童子が出ないとダメなんですよ。なかなかね、ファインプレイでしたけど。いらん。一応、貴族性はもらっておきましょう。2周目行きましょう。これ、ベルダンディないけど大丈夫かな？一応、組んだ方がいいよね、きっと。スタージャスティスとか今、頭をよぎったんですけど。あの辺が出た時に、やっぱり、追い打ちがね、くしゃみが出そう。やばい。これさ、ボス戦とかで起きたらもう相当やばいよね。マルチとか生放送でさ、くしゃみしたくなったらどうすりゃいいのっていうね。今くしゃみが出たんでミスりましたなんて言えないじゃん。くしゃみって要素ほんとね、人生において非常に危険な要素だよね。闇降ってくんなよ。よしよしよし。で、今日落ち込ん先輩ね、話がわかる。話が通じますね。いいぞ。お、また闇降ってくんなよ場面ですね。さすがに、この盤面だと、降ってくんなとは言えないので、僕が自分で消す可能性もありますから、この盤面は一回闇をね、あえて消してもいいと思う。消そう、むしろ。全消しの勢いで。で、次の盤面で控えてもらえばいいんですけど、そこそこありますと。でもね、スキル使用時の倍率だけでなんとかなると思うんで、これは。上の方から、若干コンボ組んどいて、で、この辺ちょっと離すぐらいの気持ちで。多分これで大丈夫。あ、やったね、落ち込ん先輩。叩きつけてきちゃうから、群馬のブレスで倒せたりしないね。いやー、これは変なコンボを組まないで、もう安全に行こうよ。こんだけで。あ、やばい！危ない。ちょっと待ちになってましたからね。ヒヤッとしましたが。腰丸ファンタジー。はい、群馬使います。よいしょ。腰丸は特に問題はないですね。毎回こういうコンボ吸収だけならいいんですけどね。そう甘くないんですよね。5回が、突撃か。突撃もまだね、佐合城よりかはね、このパーティー佐合城ちょっと危ないと思うんで。かといってさ、ここにさ、ベルダンディ入れたらなんかまたそれはそれで不安要素が増える気がしますね。誰を抜くって話になりますし。群馬抜けないしな。はい、6回。ちょっと待ってや。いや、別にいいとは言ったけどさ、二度刺してくるとは思わなかったよね。よし。で、ボス前ですよね。ボス前がなんだかんだ怖いんだよな。我が海が燃え盛ったりするともう本当に最悪なんで、ボス前地味に怖い。お！油断してんなよ！やった！追われる。チリンって言わなければ追われます。なんか、結構めんどくさいことしてくれましたね。これ、アヌビス使ったらね、毒消せるんですけど、消すしかないよな、でもな。アヌビス使って消して、もう頑張るしかないらしいわ。
どうせたまんないしこれも使っちゃいます。でロビンで円破しながら作っとこう。でこの33でなんとかご利用します。特に規範限とかもありませんからね。よし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 、上から組んでいきます。木はせめて2コンボしようね。はい、どうでしょう。いや、さすがにいけると信じたいよ、これは。あ、硬い。なんかまたこれさ、いくぜー。なんだなんだ、あ、優しい。ありがとう。また構えるパターンかと思ったね。でもやっぱりちょっと強いんだね。強いというか体力は多いですね。構えるも同じような感じでしたね。はい、まあ、今回は弱点がつけたんでなんとかご利用せそうです。いやー、濃厚で取らせてよ。マジ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 、オッケー。だーれだ。おーし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 、これは嬉しい。エーギル爺さんはね、本当に助かるね。勝ち確みたいな要素ですからね、もはや。じゃあ倒します。あー、間に合わなかった。まあスキラゲは水ピーでいいですかね。マルチで出るまで周回してタンで開けてもいいですけど、まあプラスで落ちないってね、そういう確証もありませんし。なんでもうハート飛ばしてますやん。いや、このスキルが欲しかっただけなんでね。まあ正直進化もさせなくていいんで。ジジイに挟まれましたね。はい、ということで2周で終わりました。ありがたかったです。それでも12分かかりましたからね。これ10周とかになったらもうね、相当エグくなりますから、良かったと思います。はい、ということで茨城童子木ね、茨城童子ゲットできましたので、またこれ継承してどっかで使ってみたいと思います。以上、ナッチでございました。バイバイ。